今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は11時公演の最終日ということで、今日もお部屋の方でおやつを食べたり絵本を読んだり楽しく過ごしていきました。また今日は消し組さんでは背の順に並んで2列お並びの練習をしたり、またそこから少し増えて4列のお並びをしたりしていきました。進級して他のクラス、年少の時は3クラスあったのがまたバラバラになって1クラスになったクラスなので、他のクラスから来たお友達の名前はまだ少し覚えられていないんですけれども、昨日一昨日に比べると他のクラスのお友達との交流も増えてきて、これから始まる1年間が私自身もすごく楽しみになりました。月曜日からは2次公演になりますので、また長い時間子どもたちと生活するのがすごく楽しみです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。